孫悟空が ESFP らしいですと、うん、あそんな感じしますね、うんうんうん、強えやつ見っとワクワクすっとってやつですね、うんうん、本当にワクワクするって感じですもんね、感情ですよね、はい、あそうですね感じてるんですもん、ね、感じてるでこの方々孫悟空が劣等機能が勃発するきっかけは、うん、将来に偏って重点が置かれている時とあって現状ではなく将来の方の計画や目標について真剣に取り組み関心を向けている人たちと長時間付き合うことはこの人たちの劣等機能を引き出すきっかけになりますと。劣等機能は愛の N なので、直感直感機能ですね。内向直感ですね。また人だけでなくこれからかなり先や将来のことを予測したりそれに関わっていったりすることが求められるとどのような状況でも劣等機能を誘発するきっかけになりますと、うん、近い将来のことを関わるにも不快感を示す人もいるくらいですと、うん、ある ESFP を志向する人はそれと関わるとそれに伴う責任に束縛されているような感じがするので嫌だと、うんうんうん、でもし明日になってその時点で映画を見たくなくなったらどうしよう、うんうん、とかいや明日もし別のことをしたくなったら、うんうんうん、って考えると、うんうん、やだよ約束なんてしたくないよ、うんうん、っていう感じになると、うん、でまた長期計画を立てようと求められたりすると、うん、そんな先のことは起きてみないと分かんないだろう、うんっていう発表してますと、うん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 、アドラーですねどういうことですか。いや未来のことなんて考えたってしょうがないだろう。あ、そう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 。だって未来のことなんて分かんない、うんうん、みたいな話を今話をしながらずっとアドラーが言ってるなとか思いながら、まあ、でもなんかもっとなんだろう弁護士になるみたいなのも考える、はい、本当に弁護士になりなんか1年後に弁護士になりたいと思ってるかどうか分かんないじゃんとか言いそうですよね。はいはいはい、はい、うん、だから将来の目標、ま、とにかく今勉強すればいいんだよぐらいの健全度が高いとそうでしょうね、うんうん、はい、あとはごめんなさい他の選択肢が閉ざされる、うんうん、ある ESTP を志向する人は間違ったことを選びそれをずっとやっていかなければならなくなったとしたら、うん、で将来を考えると、うん、束縛された感じがあると。あ、例えば将来歯科技工士になるって決めてしまったら、うん、他の道がなくなるよね、うん、だから弁護士になろうも考えないんですよ。多分考えたくないんですよ。でも、うん、いますよね弁護士の中にも。まあいるとは思いますよ、はい、だその辺をちゃんと考えてるかどうかじゃないですか、はい、でまた他のタイプの人たちも同様にこの一つのことを決めたら、うん、他のことができなくなるじゃんっていう不安を訴えて、うん、そうするとつまんなくなる、うんうん、って言いますと、うん、またたくさんの、うん、しなければならないことに直面すると、うん、慌てふためいたり、うん、さらに自分の望む昇進の話を持ちかけられたとき、うん、受ける方が良いのかどうか迷ったが、うん、それはこの昇進を受けると、うん、他の機会が持ち上がったときに、うん、それが受けられなくなる、うん、という話をしてます、うんうんうん、要は今の課で課長やってよってなった時に他の課で違う楽しそうなプロジェクトがあった時にあれあっちの方は前の立場だったらあっちに参加できたのにどうしよう昇進昇進どうしよう給料上がるけどとか責任が重くなると自由に遊びに行けなくなるじゃんとかあるかもしれないですよね。毎朝8時に来なきゃいけない何人の部下の面倒を見なければならない、もう俺6時には帰って飲みに行きたいんだよとかダメそうだね一応部下の手前部下のそうすると昇進あ昇進かみたいなっていうのもまあ未来考えないと言いつつも、うん、やっぱそういうのは嫌なんですね。そういうだから束縛そういうのが嫌なんだ。あそう、うん、今楽しい、うん、今、うん、で今の楽しみがずっと味わっていたい、うん、だとすると、うんうん、責任が増えると思いになるんですね。もっと良い楽しみがあれば行くかもしれないけどみたいな、もっと良い可能性を見つけちゃう感じのやつか。やっぱ気持ちはちょっと分かったりするんですよ、うんうん、なんとなく、うんうん、これを掴むともっといいものが掴めなくなる可能性があるみたいな。
昇進を OK した時にどっかヘッドハンティングされるかもしれないとか。まあ結婚の時はそういうのはちょっと思ったりしますよね。ああこの彼女でいいのか、はい、もっと可愛い子がいるんじゃないか。可愛いっていうのは悪意がある、はい、もっと自分に合う人がいるんじゃないか、はい、っていうのは ESFP の人は思ったりするかもしれないですよね、うんうんうん、まあこう結婚して楽しめなくなるんじゃないかみたいな、はい、自分の趣味ができない、そう、いや独身、そう趣味とか、うんうん、はい、は思ったりしました、うん、あとは過度に枠にはめられるのを嫌いますと、うん、他の誰かのスケジュールに合わせて行動することや一定の枠組みの中で動くことは自分が消耗する感じがすると、うん、学校や職場でこの状態を長く強いられると、劣等機能の体験に、前触れとして表現される無気力、うん、意気消沈に、うん、つながっていきます、うんうんうん、という方々が、うん、インザグリップに陥った時に見られるパターンとしましては、うん、自分の主機能をである外交感覚を過剰に使うようになって、うん、次から次へと五感を用いることを体験していき、うん、取り入れた情報を検討する間も持たなくなりますと、うん、検討しなく、うん、パッパッてやっていくんですかね。あでこの一面的な知覚の仕方によって、うん、感覚機能は一層機能不全を起こして、うん、ついにはいつものおおらかな、うん、人当たりの良い特徴をなくしていきます、うん、五感から得られた情報はもはやそのままを受け入れられることはなくなり、うん、自分にの殻に閉じこもっていていつもの楽観的な態度との接点を見失い、うん、疲れ心配し、うん、塞ぎ込んだりする印象を与えますと、うん、主機能の外交感覚が働かなくなってくると、うん、代わりに内向直感機能、うん、劣等機能ですね、うん、が主導権を握っていて1、うん、内面の混乱とうろたえとあって、うんうん、劣等機能の内向直感にとらわれているときは、うん、自分たちには馴染みのない心の動き、うん、今にも起こりそうな災難や恐ろしいことを空想するようになり、うん、致命的な病気への恐怖、うんうん、重要な人間関係をなくしてしまうのではないか、うんうん、大切な人に危害が及ぶかもしれない、うん、っていうまるで勢いよくぐるぐる回っていく渦巻きの中に入ってしまったって感覚を訴える人がいます、うん、または恐ろしいことでいっぱいの螺旋の中に、うん、入ってしまった、うん、なんか 目が回っちゃう感じなんですかね、うんうん、楽観な方々が急に精神不安になってしまう、うんうんうん、要はそっかなんか変な妄想したりするんじゃないですか普段、うん、要は外交で考え要は体験の人たちが急に心の中で、うんうん、内向ですから俺って本当にこのままでいいのかとか考え出すんじゃないですかやばいよやばいよってなるんですかねやばい、うん、このままじゃダメかもしれないでもしかしたら病気になるかもしれないとかこう妄想がいっぱい膨らむって話ですよねなるほどあとは不適切な意味付けこの内向直感機能にとらわれている時、うん、この人は経験不足から、うん、自分の周囲から、うん、行き当たりばったりか何かのきっかけになるような情報を内面に取り入れて、うん、建設的でない方法でそれらを解釈してしまうようになりますその結果自分にとって大切な人との関係がめちゃくちゃになってしまったのではないか、うん、と恐れてしまうことがある、うん、この傷つきやすい状態にあるときは、行間を読んだり相手に悪意があるのではって考えたりするなど、うんうん、普段はしないような考え方をするようになります、うんうん、相手のちょっとした要望を自分のに対する評価の低さや、うんうん、落胆のサインであると誤解することがあると、うんうんうん、要は普段そういうのに長けてる人じゃないのに、うんうんうん、そういうのがいい人なのに、うん、苦手なことをやっちゃうんですねやっぱり、うん、だからネガティブ、まあ、普段ポジティブだけどネガティブになるってことですよね、はい、で普段そういうことも言ってもあまり気にしないから、うん、ポイポイって軽口を叩いた時に、うん、あれこいつ、うん、俺のこと、うん、なんか評価が低い下に見てるみたいな悪く思ってる悪く思ってるとか、うん、悪く言ってるとか悪く言ってるあれこいつこんなやつだったっけみたいな、うんうん、
きっと俺のことをなんか嫌いになったんじゃねえかで急に思い出すってことですね、うん、普段は良かったのに、うん、二等兵さんの好きな軽音のりっちゃんが ESTP っぽいですねと。誰でしたっけ？ドラムの子。あ、ドラムの子。リツの子で、リツ、はいはいはい、リツですね、うん、いつも明るくて、うん、人生パーティーだ楽しもうぜって、うんうんうん、練習したくねえよ海に来たんだ泳ぎに行こうぜ、うんうん、まあそんな感じですね。で、うん、隊長はあれですよ、うん、ゆいちゃんですよ。ゆいちゃん行くってそう行くですよ。行くで一緒に行っちゃうんですよ二人で、うん、でむきちゃんが後でついてくんですね私もってで怒ってるのが、うん、ミオですよ。あ、ミオ、はいはい、ちょっと練習練習だろって合宿は練習だろって、うん、あんな感じですね、うん、ミキさん前に ESTP が鬱になると ISFP に近くなるって聞いたことがあります。あ、 INFP、 あ、 INFP ごめんなさい、うん、はい、まるでエニアのタイプ6状態ですねでもタイプ6は、うん、いつもやってることだからそれが通常ですもんね。通常ですもんね、うんうん、多分別に落ち込んでるわけじゃない。落ち込んでるわけじゃなくて通常運転、うん、なので、うん、多分うまく操ってるんですよ、うん、空気を見て。そう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 、で本当に傷ついてるわけじゃないみたいな、はい、うん、でも彼らは、うん、普段こうポジティブなのに、なのにですね、なのに、うん、はい、だから周りもそうやって接してるのに、うん、あれ違いますね昨日と同じこと言ったのにすごい傷ついてるみたいな、でミキさんは単語の一つ一つに、うん、その人の本音が隠れてるって思って探るようになってしまいます。それが行間を読むようになるってことなのかなって思います。要は普段僕たちは、うん、あ、僕たちでごめんなさい、私は結構疑り深いので、うん、人の言葉には結構敏感なんです、はい、あ、こいつ俺のこと舐めてるとか、うん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 、舐めてなくても、舐めてなくても舐めてるって見てるしで僕は普段からそうなんです、うんうんうん、でも舐めてるかもしれないですよね。だからそれでいくと、あ、そうですね、うん、っていう感じで人とコミュニケーション、うん、通常運転でやってます、うんうんうん、でもこの ESTP、うん、ESFP の方々は、はい、うん、そういうのじゃない人たちですもんね、うんうん、普段はそう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 、ストレートでやってるから、うん、それが楽しいじゃん、うんうん、だから人たち普通に言葉をその額面通りに受け取る人たちじゃないですか、はいはい、それを裏読みしたりはしない。そうですね、うん、かっこいいですねって言ったら、あ、なんかこいつとか思ったりしないタイプじゃないですか。しないタイプですもんね。 ありがとうってそうあれ俺今皮肉で言ったのにってっていう人たちじゃないですか、はいはい、それが急に本当にかっこいいですねとか素敵ですねって言われてるのに、こいつってこいつ皮肉いやがってみたいな違う違う今本音で言いましたっていうところですよね、っていう感じになるってことですよね、はいはい、っていうことですね、うん、